い、こんにちは。ネズミの中兵衛でございます。今日紹介するのはですね、たまたま家の前の自販機を通りかかった時に見つけたものでございます。こちらの商品でございます。こちらの商品、ダイドーの2つの食感アップルソーダゼリー、こちらですね。こちらはナタデココ入り、冷やして10回以上振ってくださいというアップルゼリージュースですね。ダイドーのジュースでございます。シュワシュワソーダゼリー、シュワシュワソーダゼリーとナタデココの2つの食感が一度に楽しめる新食感炭酸飲料ですね。こちらの商品、アップルソーダゼリー、アップル味。はい、早速ね、10回振ってみましょうかね。振りますよ。持てない。うわー。振ってください。1、2、3、4、5、7、8、9、10。はい、10回振りました。早速ね、コップに開けてみたいと思います。あ、こぼれた。どぼどぼや。こぼれてるし、どぼ、全然出てこないじゃん、これ。うわー、一気に、一気に出てきた。止まった。うわ、ばば。こんな感じですね。最初飲んでみたいと思います。味はですね、味はアップルですね。アップルのなんかすりおろした感じの、ね、ゼリーが入ってて、でナタデココも入ってる。うん、まずくはないです。まずくはないですよ。食感がね、面白いですね。ドロドロで、ドロドロで。皆さんもね、一度飲んでみたい方は飲んでみてください。ダイドー100円でしょうね。ダイドーの自販機にあると思います。ダイドーの2つの食感、2つの食感って何だろう。2つの食感、2つの食感って何？これジェリーとナタデココっていうことですかね。2つの食感、アップルソーダゼリー、アップル味、ナタデココ入りのご紹介でございました。またねー。